今回はアリエクスプレスで売っている、超小型6チャンネルラジコン送受信機かっこ激安、ね、この商品の使い方を紹介します。基板サイズは、トランスミッターレシーバーともに同じ基板サイズで、14mm の 23mm、 もう本当に小さいです。値段はですね、私が6月に買った時は送料込みで700円くらいです。でもまあ中国からの発送なので到着まで3週間ぐらいかかってます。封筒を開けるとこんな感じで入っています。もう本当に小さくて、びっくりしますよね。指先に乗るぐらいの大きさで、これだったら700分の1のフルハルモデルでも動かせちゃうんじゃないかなと思って、戦艦であれば、ちょっとワクワクしますよね。では、商品を詳しく見ていきます。ですね、なんとトランスミッターとレシーバー両方とも全く同じ基板です。乗っかってるパーツもほとんど変わりません。もうパッと見どっちがトランスミッターでどっちがレシーバーだかわかりません。裏面になんか、ヒントがあるんじゃないかなと思ってひっくり返してみますと、両方とも同じシルクスクリーン印刷で、TXRX って入っちゃってるので、もうますますどっちがどっちだかわかりません。で、どっかにヒントがないかなと思って、もう一度、よーく、基板の上観察してみると、左上のパーツが違うんですよ。わかりますかね？右側の基板には、チップ抵抗器がついてるんだけれども、左側の基板にはないですよね。まあ、これを手がかりに、ネットでいろいろと類似品の画像を漁って調べてみましたら、左側の抵抗器がないやつがトランスミッター送信機で、右側の抵抗付きのやつがレシーバー受信機だということが分かりました。トランスミッターレシーバーの区別さえつけば、あとは使い方は簡単です。この回路図の結線通りにつなげば、とりあえず動かすことができます。これがトランスミッターの基板ですね。で、こちらがレシーバーの基板になります。まあ、このようにユニバーサル基板に右上の回路図通りのものを組んで、これから動かします。電源電圧は 3.3V にしています。電源を入れていきなり送受信できるわけではありません。まずペアリングをしなければなりません。まあ、この辺は Bluetooth と同じ考え方ですね。電源投入の順番はトランスミッターから電源を入れても、レシーバーから電源を入れても、まあ、それはどちらが先でも構いません。ペアリングはトランスミッターの回路の指で指しているこのボタンと、それからレシーバー側のこのスイッチで行います。では、ペアリングを行います。トランスミッター回路のペアリングボタンを長押しします。 LED が点灯状態だと、これペアリングできていないということになります。レシーバー側が、ペアリングの準備ができていないか、レシーバー回路の電源が入っていないということになります。レシーバー回路のペアリングモードのスイッチを入れます。回路的にはグランドに短絡させます。これで、レシーバー側はペアリングを受け入れる準備ができました。では改めてトランスミッター側のペアリングスイッチを押します。 LED は最初ゆっくり点滅し、ついで、点滅が早くなり点灯状態に変わります。これでペアリングは成功です。成功したらレシーバー側のペアリングモードのスイッチを切って元に戻します。ペアリングが成功すれば、トランスミッターレシーバー間で普通にこのように通信することができます。トランスミッターの1番目のボタンを押せば、レシーバーの1番目の LED が点灯する。トランスミッターの3番目のボタンを押せば、レシーバーの3番目の LED が点灯すると、こんな感じですね。先ほど行ったペアリングについてですが、一度ペアリングが成功すれば、もう二度と行う必要はありません。ペアリングが成功した時点で、トランスミッターのペアリングコードがレシーバーのロムに書き込まれますので、次回からは電源を入れただけで使うことができます。このモジュールにはですね、ラッチ動作のモードがあるんです。これすごく面白いですよね。このスイッチを切り替えると、ラッチ動作のモードに変わります。押すと、オンしっぱなしっていう、でもう一回押すとオフになるっていうね、まあいわゆる
オルタネイト動作ですよね。すごく面白いですよね、これ。何かに使えそうな気がしますね。ラジコン以外の何かに。ね。動かし方は、まあ、こんな感じです。あと、気をつけなきゃいけないのは、電源電圧、3.6V 以上絶対にかけちゃいけないと。もうそれ以上かけたら、ぶっ壊れる。まあ、それだけですかね。あとはもう、この使い方なので簡単だと思います。はい。よろしければ、安いので、ちょっと時間はかかりますけれども、家に届くまでね、時間はかかりますけれども、よろしければ遊んでみてください。以上です。